あらら、今回はですね、音声の動画なんですけども、で、これ本日はですね、あれ？ゲーム実況じゃないんですね、今回。急に実写です。急に実写、アイコちゃんリセットさんですね。かわいいってことで、ここら辺に飾っとく、ここら辺に行こうかな。よいしょ。ということで、急な実写でございます。見てください。もうこれ僕の非売品、売ってない。もう売ってない、このね、伝説の T シャツでございます。かわいいでしょ？かわいいよね。かわいいでしょ？うーん！集まり動物の森関係ない動画なんですけども、皆さんこれ知ってますか？しかー縁護絵かーみんな知ってると思う。人気商品だからね。みんな知ってると思う。ヘリウムガスってやつです。こちら。ヘリウムガスっていうのは何だって話なんですけども、みんな知ってると思うんですけども、声が変わります。声がね、高くなるんですよね。まあ、今こういう声なんですけども、まあ、ヘリウムガス吸ったらですね、こういう感じの声になるんですよ。知らんけど。一回吸ってみようかな。実写慣れてないんですけど、普段ゲーム実況してるから、どうやってやんのこれ。あ、説明書いてる。空気をよく吸う。そして吐き出す。鼻をつまんで、缶の中の空気を吸い込む。わかりました。やってみましょう。一回普通に吸ってみるわ。で、まず空気をよく吸う。いきます。あ、すごい！あんま変わってない。うん、待って、あんま変わってないのかな。あんま変わってないからもう一回やるわ。すごい！めっちゃ変わってる！お、すごい！めっちゃ変わってる！お、すごい！今高くなった！すごい！まだ高い。高い？今どう？これどう？元の声がわかんない。じゃあ、変わるんですけど、私思ったんですけど、まあ、僕ね、この動画初めて見た人は知らないと思うんですけど、まあ、僕ね、うるさいじゃないですか。発狂するんですよ、よく。一回普通に発狂してみるよ。いやー、はい、こういう感じで発狂するんですけども、ヘリウムガスで声が高い状態で発狂したらどうなるのかなと思いまして、ヘリウムガスで高くなった声で発狂してみたいと思います。そしたらどんな声が出るのか。ヘリウムガスなしで叫ぶと、いやーまあ、こんな声ですね。次、ヘリウムガス吸って叫んでみましょう。いきまーす。変わってる？変わってる？変わってる？今変わってた。吸ってる時と吸ってない時の発狂変わってた今。もう一回最後にもう一回やってみようか。ちょっとちょっとだけ変わったかもしんない。うん、ちょっとだけ変わったけど、思ったより変わんなかった。